はいどうも、フライドチキン、わしゃです。本日もブロスターやっていきたいと思います。本日はパームを使ってエメラルドハント、行ってきました。はい。で、今、パームのトロフィーが556で、ローカルランキングがね、2桁いって64、E2 になりましたね。いや、ここら辺がやっぱ一番面白いですね。そのランクをどんどん上げていく感じが。どこで一回詰まるのかみたいなのも、今後ちょっと楽しみにパムをどんどん使っていきたいと思うんですけど、パムを使うにあたって僕は1個だけ気をつけてることがあって、今日はこちらを動画にしたいと思います。まあ、試合の映像も後々あるんでね、ぜひ最後まで見ていただけたらありがたいと思います。で、そのパムを使ってる時に一番気をつけていることはパムの攻撃っすね。パムの攻撃ってこの扇形に飛んでいく攻撃なんですよ。で、結構弾が当たりやすいで、一個一個の攻撃力はそんなにないんですよね。なんですけど、これよく見るとわかります？3方向に飛んでるんですよ。まあ言っちゃクロウの攻撃みたいな、刃3つ飛ばしてるクロウの攻撃みたいな感じで3つの方向に飛んでるんですよ。まあ、横だと見えにくいな。縦にした方がいいか。まあ、めっちゃ攻撃される。わかりますか？3方向に飛んでる。見づらいな。そう、3方向に飛んでる。まあ、動画だとちょっと止めようかな。静止画にしてみようかな。そう、3方向に飛んでるんですよ。で、右と左は2発なんですよ。で、真ん中は5発かな。そう、5発出てるんですよ。で、敵を狙うときに適当に扇形の中に入れてピョンって攻撃するんじゃなくて、この真ん中を当てるという、結構ね、そのパムの火力が出ないとか、まあもう入れられちゃったけど、パムの火力が出ないっていうときあるじゃないですか。あと一方って時に、そういうときにこの端っこを当てるんじゃなくて真ん中の方を当てるってのが結構大事になってきますね。で、それを意識することによって、これパム鉄くずを飛ばしてるんですけど、鉄くず1個に対して351ダメージなんで、真ん中5本当てると、まあ5315、まあ、まあ1500とか1600、1700、そこら辺のダメージが入るわけですね。はい。で、まあ当てられなくても3発は当てれるんじゃないかなと思います。右側とかに当たっちゃうと、まあ2、まず700になるんで、まあ、できるだけ、まあ、コルトとほぼ同じ使い方、真ん中を当てるっていう感じで、使ったら、もっと火力が出ますね。これを僕は一番気をつけながらパームを使ってます。はい。まあ、気をつけてることは、こんな感じです。まあ、それを踏まえてね、試合の動画、4つほど用意したので、ぜひこちらご覧ください。これパムさ、スターパワーついたら強すぎね。おいスターパワーじゃねえかやばい、スターパワー相手に調子乗った。
激横だ。これやばい。あぶねえ、回復なかったら死んでた。オッケー、あいスターパーなしが勝つという楽しいこのゲーム。まあでも真ん中ファムで抑えてるのが強い気がする。いやそうだね、11のパムが生き残るのが強すぎる気がする。ごめんね、お湯当たっちゃった。ちょっカウントダウン、カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは。安定してる。ドス聞いてんな声。なるほど。俺が取る、俺が取る。ナイスナイス。ごめん。うわ。それきついな。こっちいける。ナイス。今のはやらかしたね。オッケー、ヒヤッとしたいいね。This is my scrapyard!
ナイス。があるからやめられねえ、これがあるからやめられねえな、ブロスター。でもめっちゃ来てる、危ない。はい、ということでいかがだったでしょうか。あの結構ね、そのトロフィー450を超えてくると、あのパワー10 の、 あのパムとか敵が使ってくることが多くて、まあ、こっちパワー8なんで、あの負けるかなって思うんですけど、結構その事前前、あの試合前に言った、あの真ん中を当てる、真ん中を当てるってことが結構大事で、やっぱそれをすることによって敵も適当に撃ってきて、あのそんなに DPS が出ないで、こっちの DPS が出てるからどん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 押せるみたいな形には、なりましたね、動画では。はい、まあ、あのパワー銃が強くて、まあ、課金すれば強くなれるゲームっていういう風に言う方もいるんですけど、結構これ直接操作のゲームだから、まあプレイスキルとかで、まあ、なんとかなる部分はなんとかなると思います。はい、あとはチーム力とかね、でまあチーム組む人がいないとかだったら、あのぜひ僕うちのねクラブに入っていただければ、結構強い人たち集まってるんで、うん、で、あのどん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 満員なんですけど、足切りしてってるんで、ね、あのぜひトロフィー2000以上かな、今制限かけてるのは、ぜひ一緒にやりましょう。はい、ということでこれからもね、ブロスターの動画とか配信とか、あのやっていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。